はい、どうもこんにちは、俊二です。今日はですね、トイザラスさんで買ってきました。これなんだろう、新しいやつですかね。なんかね、最近ミニ GT が置いてるところになんかいろんなやつが並んでてね、これもね、僕前からあったのかもしれないんですけど、初めて見て、BM クリエーションズジュニアっていうやつですね。で、今回ね、僕が大好きな鈴木ジムニーシエラがね、あったんで、ちょっとね、買ってみました。値段の方がね、1600円ぐらいと、そこそこいい値段するんすよ。ミニ GT と同じぐらいの値段で、そう、右上にね、トイザラスオリジナルって書いてるんで、トイザラスオリジナルじゃないやつも、何台か出てそうですよね。で、こんな感じになっててね、車があって、下にね、車を収納するね、箱が、ついてますね。で、くるっと回して、後ろこんな感じになってます。はい、では、ちょっとカットしてね、取り出して見ていきます。はい、箱から見ていきますね。くるっと、まあ、どっちが前だろうわかんないですけど、横にね、鈴木ジムニーシエラって書いてますね。で、こんな、あ、これかわいいですね。で、くるっと回すとね、こんな感じになってますね。あ、警告書いてますね。窒息などの恐れがありますので、3歳以下のお子様には絶対に与えないでくださいって書いてます。はい、で、箱開けると、ん？なんか入ってる。なんだ？あ、何これ？スペアタイヤが入ってますね。5個入ってますね。すごい。はい、ではね、車両の方、見ていきます。これね、透明のケースにセットされてるんで、これも多分このまま、あ、こんな感じで、こう直すことがね、できるようになってるかな？なってる？ちょっと厳しい。こっちだったら、こっちでも入んない？グッと押し込んだらね、なんとかいけそうな感じではありますけど、この透明のケースもちょっと置いときたいっすよね。いけるかな？あ、いけた。いけましたね。入りましたね。ちょっとぎゅうぎゅうですけど。はい、取り出して、ではね、車の方を見ていきます。はい、カラーはね、黄色にちょっとグリーンが入ったようなね、そんな、カラーのソリッドになってて、で、ルーフは黒色のソリッドですね。スケールは64分の1なんで、結構ちっちゃいんですよ。で、前こんな感じで、ちっちゃいけど、作りいいっすね。ヘッドライトね、これクリアパーツになってますね。で、鈴木のエンブレムがあって、このグリルのところね、艶消しになってて、ちっちゃいんですけどね、このウィンカー、オレンジ色にね、塗装されてて、で、ボンネットこんな感じですね。で、ワイパーがあってね。この辺のなんか作りめっちゃ良くないですか。で、バンパー、ジムニーシエラって書いてて、フォグのとこね、シルバーに塗装されてますね。フロント周りのね、作りめっちゃいいですね。で、ぐるっと回して、はい、ホイールこんな感じですね。すごいね、おしゃれな感じになってますね。で、フェンダーと、あとサイドにクォーターのとこね、ここ艶消しになってて、で、フェンダーにはね、サイドマーカーがついてて、で、ドアミラーは黒色ですね。で、アウターハンドルなんかもね、あって、作りは本当に細かいです。で、くるっと回して、あ、すごい！後ろね、テールクリアパーツになってて、めっちゃかっこいいですね、これね。で、スペアタイヤがついてて、ハイマウントですね。で、バックガラスのところに、この、ね、暖かくなる曇り止めのね、この横のラインが入っててね、すっげえめっちゃ細かいよこれ。で、くるっと回してね、反対側のサイドで、で、フロントガラスのとこ、これね、ルームミラーついてますね。で、上から見るとこんな感じですね。ボコボコした感じになってて、で、アンテナがね、これついてますね。で、くるっと回して、そう、底面の作り半端なくいいっすね、これね。いや、底面こんだけ作ってるの珍しいっすよね。マフラーのとことかね、めっちゃかっこいい。で、ドアのとこね、なんか隙間があって、なんか開きそうな感じするんですけど、開かないのかな、これ。なんかめっちゃ開きそうなんですよね。開きそうだけど開かない。なんかギミックあるかなって思ったんですけどね。ちょっと情けですね。タイヤをね、回るんで、下に置いてね、こんな感じで手転がしで遊ぶことができるようになってますね。あとね、サスペンション機能もついてます。すごい。でもね、このスペアタイヤがね、なんでこんなについてんのか、ちょっと不思議ですよね。嬉しいけど不思議です。ではね、トミカの鈴木ジムニーとね、見比べていきたいと思います。これはね、スケールが57分の1ですね。はい、袋から取り出して、お、カラーね、同じようなカラーになってます。
あ、サイズはねトミカの方がねちょっと大きくて、色はねちょっとこっちが濁ったようなそんな感じになってますね。あとルーフはね黒色じゃないですね。はい、前から見比べるとねこんな感じになってますね。やっぱりこっちいいっすよね、かなり。まあ値段高いですからね。ボンネットをね見るとこんな感じですね。で、横ですね、はい、こんな感じで、でぐるっと回して、はい、後ろからね見比べるとこんな感じで、アウターハンドルに、あとスペアタイヤですね。リアバンパーの作りなんかも本当にいいですね。通常版のトミカと見比べたんですけど、やっぱりね値段が高いだけあってね、細かいところねしっかりできてましたよね。うん、かっこいいですね。またね気になった方はよかったらぜひ、トイザらスさんにね置いてますんで、チェックしてみてください。で、ミニカーのねご紹介はこの辺で、ここからはねまたまた気になったガチャ回してきましたんで、お時間のある方はよかったらぜひ一緒に見てもらえたらなって思います。今回買ってきたのはねかなり可愛いです。かなり可愛いです。パカッて開けて結構大きいんですよね。よいしょ。今回買ってきたのはくるくるハムスター全4種類です。対象年齢なんと15歳以上。4種類、ブルーにピンクにグリーンにイエロープラスシークレット1種類なんですけど、これゴールドなんでシークレット出ました。まさかのまさかの1回回してシークレットっていうね、めっちゃ嬉しい。で、使い方ねこんな感じになってますね。組み立てて、でハムスターがゼンマイ式になってて、巻いてね走らせることができるようになってるみたいですね。こんな感じでめっちゃ可愛いっすよね。あといろんなね遊び方もできるようになってるみたいです。ではパーツの方ね取り出して、はい、これゴールドのハムスターってどうなんだろう。ピンクとかの方が絶対可愛いっすよね。ちょっと不気味な感じしますよね、ゴールドってね。はい、ではねちょっと組み立てます。ぐさぐさっと差し込んで、で最後真ん中に差し込んだら、はい、これで組み立て完成で、くるくる回りますね。でここにハムスターをねセットしたらいいみたいで、いきますね。こういきます、いきます。走ってる走ってる、あすごい、めっちゃ走ってる。いや可愛いですね。よいしょ、すごいな、くるくる回ってますね。で台座から外してもなんか遊ぶことできるみたいで、外してねいきますね。くるくる回して、せーの、おおこんな感じでね走らせて遊ぶこともできるみたいですね。面白い。あと他にもカプセル、このねカプセルの中に入れて走らせて遊ぶこともできるみたいで、いやこれ結構難しいっすよね。どうやるんだろう。カプセルいきますね。せーあ倒れちゃった。あなんか動いてる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 。あ面白い、変な動きしてましたね今。そうこれ蓋を閉めるのがちょっと難しいですね。いきまーす、よいしょ、はい、置くとこうね。どこ行った、どこ行った。あ面白い、これこんな感じでいろんな遊び方をねすることもできるみたいですね。こちら、気になったガチャ、くるくるハムスターをご紹介しました。しかもねシークレットねご紹介することができてよかったんですけど、まあ、できればピンクとかね可愛い色のやつが欲しかったなと。で飾っても可愛いし、走らせてね遊んでもすごいね面白いんで、またよかったらぜひね、こちらのガチャの方、回してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッターインスタもやってますんで、説明欄の方にね、書いてますんで、よかったらぜひ、登録の方お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。